思わなかったですけど、最後ね、曲があってダンスが、僕らもこれは初めて、初めてやるからなんですけど、ちょっと僕らのもうちょっと紹介をしたらいいかな、はい、今日は2人なんですけど、実は在日僕ら韓国人でして、他にメンバーが2人いまして、他の2人も在日韓国人で、まあ韓流スターじゃないですけど、それを目指して在日韓スターを目指して頑張ってるわけなんですが、彼は誰なんでしょうけど頑張ってます。彼はお笑い担当の、お笑い担当、炭素担当で、どう頑張っても3枚目しかならないっていう、かわいそうなのか。でもね、それを耐えればナンバーワンになれますよ。相変わらず言うことは、鬼のような言葉ばっかり。バンドで唯一のド M でして、そんな情報いい全然いい。いや、まあ、どうでもいいっていうか、どうでもいいんですけど、すごい刺激がやっぱ強いですよね。前半のイベントとかちょっと後ろの方で見させていただいたんですけども、リハーサル出たけど、こんなに刺激が強いコンサート初めてで、何度話を出そうかと思って、何かわからない、もう話出し慣れてるんで慣れてはない。まあ、それはまたどうでもいいんですけども、何事したっけ。あ、続いての曲に行きたいと思います。今回は CD 使わずに、炭素とバイオリンの2台だけで、翼を叩きという曲を聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。